まずはカープの先発日高、マツダスタジアムのマウンドに上がります。さあ、ドラゴンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。バッターから遠いところ空振りになります。ワンボールツーストライク。落としました。外れます。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターは注目のルーキー岡林。日高、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。空振りになります。インコースを落としました。打ちました。ファウルになります。これが5球目。見逃して三振です。打順は3番中田。ツーアウトランナーありません。先発ピッチャー日高、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。スライダー外れます。この低いボールは外れます。インローボール。力のあるストレートですよね。インローのストレート、力のあるボールです。ライト方向を流します。ライン際フェア、フェアです。ツーアウトランナー一塁。打席には4番バッター細川。ヒットでランナーを一塁に置いています。低めの際どいところですが外れています。ストライクを取ってこれで追い込んだ。落ちるボールはこれは外れています。これでフルカウント。引っ張った、高いバウンド、サードゴロ。サード取った、一塁へ送ります。アウト。2回表に入ります。追いかけるドラゴンズの攻撃、バッターは5番木下。カープリードで迎えるに打ちました。菊池アウト、ワンアウト。バッターは石川。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。これは低いところに持ってきました。ファウルになります。インサイドファウルボールです。打ちました。小園一塁へ。アウト、ツーアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。ここは初球要注意でしょうね。狙ってくるバッターですからね。初球打ち、この打球は落ちるか、どうだ。小園が掴んで3アウトです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。里崎さん、点差を広げた状態ですとキャッチャーのリードの内容も変わってくるもんなんでしょうか。初球打ち、小園取ってワンアウト。バッターボックスには代打の高橋。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。ファウルになります。力のあるまっすぐですね。アウトコースのストレート、力があります。ワンボールツーストライクです。レイノルズ抑えてツーアウトになりました。打順はトップに帰って大島。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ツーアウトランナーありません。アウトコースへ決めました。いいまっすぐですね。はい、ストレート空振りでストライク。ツーボールツーストライクです。さあ次のボールが勝負ですね。なるほど、そうですか。打ちました。これは大きい、伸びていく。
ライト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。打席には2番バッター岡林。まあカープバッテリーとしてはリードしているとはいえ締めていかないといけないですね。まだまだ先は長いですから。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。高め際どいところ見送りましたがストライクです。2ストライクと追い込んでいます。決まって見逃しの三振。3アウトチェンジ。ランナー出ましたが